当然こういうふうにテーブルを囲んで皆さんで今もお話をいただいたりという部分でこうストレス解消の中にもつながってくるというところで、そのいわゆるその我々が目指している手を抜いて健康になっていくという場所に場所として外食の機会というのはすごく大事じゃないかということでちょっと今考え始めているところなんですが、お話は後でたっぷりさせていただきますので、メニューのご説明だけしちゃいますね。まず目の前にあるのが前菜です。野菜の前菜で人参のクミン風味のサラダ、椎茸のマリネコリアンダー風ね。例えば人参を食べていただければクミンの味がします。椎茸のマリツブツブがコリアンダーですね。こちらいわゆるパクチーとか香菜とか言われているものの種なんですけれども、こちらをかじっていただくとコリアンダーの香りがわかります。マスタードは、菜の花に丸いつぶつぶが乗っかっていると思いますが、こちらの味を、感じてみてください。インド料理すごく野菜料理が多いんですね。野菜とか豆をたっぷり食べます。添えてあるのがクミン茶です。こちらアーユルヴェーダー施設で毎日毎食飲んできたものです。健康にすごくいいということでドクターが、出してくれたやつなんですが、クミンは消化をすごく助けるんですね。ですから食中食前に飲まれることが多いです。クミンを空入りして煮出したもの、クミンしか入ってないです。あえて常温でお出ししてます。暑くても冷たくても体に悪いので常温でお出ししているので、クミンの香りを楽しんでみてください。もう一人増えても大丈夫ですか？前菜は OK なので、これは大丈夫ですか？あ、そうなんですか？飲食店何ができるか、要はその1店舗が強くなるんだという思いで今はやってます。じゃあスパイスカフェはどういうふうに、ここまで来たか、ブランディングするという言葉をキーワードにやっていきたいと思います。ブランディングっていうのは、例えばスパイスこっちからお客さんをイメージづけることを、確立する、そういう思いでやってます。じゃあそこら辺をちょっと写真が早い。例えば自分がビジネスマンで忙しかった時にレストランを選ぶ要因として、美味しいもちろんありますけども、早くてすぐ食べれるというのも十分選択肢の中にありますよね。カレー屋さんはそういったので、どれくらいクローブの香りが欲しいか、多すぎたのか好きなのか、いや、なんか違うのがいいと思います。